いちこです。今日は2024年2月24日土曜日です。高松の午前6時の温度は4度で予報は曇りです。現在午後4時半ごろ温度は10度予報は曇り時々晴れです。動画は山明町と田日上町の町境付近です。読み上げは台湾の3回目です。では、誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。台湾。出典フリー百科事典ウィキペディアより。歴史の続きからです。1683年、漢民族国家の民にとって変わった満州民族の清は、東寧王国も征服して、台湾を清朝に併合した。1662年から19世紀まで中国大陸から多くの漢人が台湾島へ移住し続けた。これにより台湾の漢人の人口は増加し、原住民の総数を超えて台湾の過半を占める民族となった。仏教、道教、中華料理、繁体字などの中華文化もこの時期に台湾へ持ち込まれた。1895年、明治28年、日本が日清戦争で清に勝利し、結果として下関条約が締結されると、台湾島、澎湖諸島が日本の領土となった。台湾は日本初の植民地として神社や和風の木造建築が建設された。当時の日本は台湾島に台湾総督府を設置して台湾を本土並みに整備し、世界最先端のインフラ整備を行った。1945年、昭和20年、第二次世界大戦の末に日本はアメリカや中華民国に降伏し、台湾は当時中国大陸を代表する政府であった中華民国国民政府の統治下に入った。中華民国は1943年に海路宣言で台湾、台湾島、澎湖諸島を日本が清から投取した中華民国に返還すべき地と定めた。中華民国は台湾総督府を解散させ、台湾島と澎湖諸島を合わせて、台湾省として中華民国に編入した。これを台湾降伏と呼ぶ。しかし中華民国は、1949年に第二次国共内戦で中国共産党に敗れ、ほとんどの大陸の領土を失って台湾に撤退した。最終的に中国大陸の領土は金門島、馬祖島の2つしか維持できず、政府を中国大陸の南京から台湾の台北へと移転した。こうして中華民国は、日本から接収した台湾省の台湾島、澎湖諸島と、もともと中国領だった福建省の金門島、馬祖島の4つの地域で構成され、いわゆる台湾地区、台澎金馬となった。台湾人も中華民国の体制下で、台湾と、中華民国の間でアイデンティティが揺らいでいる。このような歴史から現在の台湾は中華民国という国名で国際社会に存在している。1971年、国連における中国の議席はアルバニア決議によって中国共産党の中華人民共和国へ継承されることになり、中華民国政府はこの決議に抗議して国連から脱退した。この決議によれば、中華民国の中国を代表する資格は中華人民共和国に継承されたが、中華民国の領土や台湾の帰属に関しては何の法的結論も出さないとされた。しかし、中華人民共和国側は一つの中国方針に基づき、アルバニア決議で中華人民共和国が中華民国の立場を継承した。さらに海路宣言に基づいて台湾は日本から中華民国に返還されたのだから、台湾全域は中華人民共和国の台湾省であると主張している。ここから発生した台湾と中国の間の論争を総じて台湾問題と呼ぶ。台湾を中華民国の本土とみなすか否か、また、台湾独立、家独、台湾の定義、台湾地位未定論、法理独立、中国脅威論などの論点をめぐり、台湾本土派の民主進歩党と中国大陸から渡った中国国民党は1990年代から厳しい対立を始めた。
1992年の台湾民主化以降、中華民国は中国大陸での主権を取り戻すことを完全に放棄し、台湾での発展のみを専念するようになった。若い世代の台湾人はこの影響を受け、中国文化よりも親しみの深い台湾の原住民文化、客家文化、闽南文化への関心が強まっている。本土派や民進党の勢力も急速に強まり、台湾では自分を中国人ではなく台湾人と認識するアイデンティティが強まっている。今の台湾の政局には、台湾の中華民国からの独立を目指す反力連盟と、中国大陸との統一を目指す反乱連盟の2大陣営が存在している。反力連盟は主に民主進歩党、台湾基進、社会民主党、台湾緑党、台湾団結連盟で構成され、親米非反中の政策を行っている。一方、反乱連盟は主に中国国民党、新民党、台湾民衆党で構成され、親中、反米日の政策を行っている。どちらにも所属しない中立派としては、時代力量が主に挙げられる。タイムライン以下、一部割愛し、このようになっています。国際関係。詳細は、台湾の国際関係、英語版を参照。日本国。詳細は、日台関係を参照。アメリカ合衆国。詳細は、米台関係を参照。英国のピュー研究所の2023年8月11日の報告によると、台湾は日本、米国、オランダ、ドイツ、スウェーデン、オーストラリア、カナダ、フランス、韓国、イスラエル、インドネシア、イタリア、ポーランド、ナイジェリア、ケニア、メキシコ、英国などの国々で肯定的に認識されている。さらに、台湾と中国の緊張関係が米国にとって極めて深刻な問題であると認識しているアメリカ人の割合は、2021年2月の 28% から2023年3月の 47% へと、この期間の調査ごとに急速に増加しており、2023年3月には 80% 以上の米国人が台湾と中国の緊張が米国にとって深刻であると認識している。中華人民共和国。詳細は中台関係を参照。中華人民共和国の多くの人々が台湾の独立に反対している。中華民国は国の定義を定める国際法上、国の要素を満たしており、独立を宣言せずとも、事実上の独立国家となっている。台湾市民の自己認識。中華民国総統であった李登輝は、台湾人のルーツをたどれば、中国大陸からの移民が多いとしつつも、私がはっきりさせておきたいのは、台湾は中国の一部とする中国の論法は成り立たないということだ。400年の歴史の中で、台湾は6つの異なる政府によって統治された。もし台湾が清国によって統治されていた時代があることを理由に中国、中華人民共和国の一部とされるならば、かつて台湾を領有したオランダやスペイン、日本にもそういう言い方が許されることになる。いかに中国の論法が暴論であるかがわかるだろう。もっと言おう。確かに台湾には中国からの移民者が多いが、アメリカ国民の多くも最初の頃はイギリスから渡ってきた。しかし今日、アメリカはイギリスの一部などと言い出す人はいない。台湾と中国の関係もこれと同じであると述べている。また李登輝は、日本統治時代に台湾人が学んで純粋培養されたのは、勇気、誠実、勤勉、奉公、自己犠牲、責任感、順法、清潔といった日本精神であり、国境内戦後に中国大陸から来た中国国民党たちは、自分たちが持ち合わせていない価値観だったので、これらの日本精神は台湾人の持ち合わせている気質だと定義したと述べている。2020年、台湾で自分は中国人ではなく台湾人だと考える人の割合が急上昇しており、台湾や香港に対する中国の強硬姿勢への反発に加え、
新型コロナウイルス対策の成功が意識変化の背景にあり、その牽引役は李登輝が進めた民主化後に社会に出た若者である。李登輝は1996年の総統直接選挙の導入などの民主化を推進し、1997年には台湾の歴史を学ぶ認識台湾を導入するなどの教育改革を進め、現在20代から30代の若者はその洗礼を受けた世代にあたる。国立政治大学が市民にアイデンティティを問うてきた調査では、自分は台湾人と答える人が1996年の直接選挙の導入を節目に長期的な増加傾向にあり、2020年6月調査では前年比で 8.5% 増加、過去最高の 67% に達した。年代別では20代が8割、30代も7割を超え、自分は中国人と答えた人は過去最低の 2.4% に止まった。国立政治大学選挙研究センター主任の蔡佳王は、中国による統一圧力や香港弾圧に対する警戒感が影響している。今年は特に新型コロナ対策の成功で世界に注目されたことが台湾人としての誇りにつながったと見ている。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年2月20日火曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。